ぱいあるなそれは。まあ、先人がもう何度も申し上げてるけど、先人が培ってきたね、あのものの考え方をね、もう一回僕は見直してほしいな。でそういうことを学校で教えてほしい、あの子供の頃からね、もっともっとね、親もね自信を持って子供に教えてほしいな。いつかはちゃんと戻るんですよこの国は。今まで歴史的に見てもね、危機的な状況に陥るとね、日本人はふっとまとまってね、いい方向に行くよね。まあ、あの現行の駅の時とかね、明治維新の時、これはもう今に比べたら相当の国難の時でしょ。あの時はやっぱりちゃんと切り抜けてますよね。それはやっぱり根底にやっぱり神道的な考え方、日本の伝統的なものの考え方、それがあったがゆえに僕はきちっと蘇ってると思うから、そういうことをやっぱり大事にしてほしいなというふうに思いますね。いやそれとね、僕こんなこと言うとね怒られちゃうんだけどね、神社の人ってねあんまり発信しないんですよ、ことあげせずなんだな。でこれはね、僕はまあ要するに現役時代僕はことあげするのを仕事にしてきた人間だから、神社に入るとね、ことあげせずって言うんだよね。ことあげしないのはね、聞いている人が言わなくても分かるんだったらそれでいいですよ。ところが今の人はね、分かりませんから、分からないからやっぱりどん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 ことあげをして、神社というのはどうしてあるんだとか、なんでこんなことをするのか、どう人間はあるべきなのか、そういうことを先人はどう考えてきたかってこと、もっともっと発信すべきだというふうに私は思っています。まあ、そういう意味でこういう形でね、インターネットで私がこうやって意見を言わせていただくっていうのはとてもありがたいことだと思ってますよ。まあお引き受けした最大の理由はそれですよ。多くの方にねやっぱり、日本のね素晴らしさ、それ分かってほしいと思いますよね。これからは神道の一つの役割ですね。それをこれから世界中にね発信していく、その神道の考え方をね、それはやらなければいけないことだと思いますよ。でもね、外国の人はなかなかそれ信じてくれないと思う。まず和をもって尊しとなすという考え方は、自分の考えを曲げても仲良くしなさいってことでしょ。外国の人からすればね、自分の考えを曲げるのは嫌だですよね。さっきも言ったけど、騙すより騙されろ、こんなことありえません。これはやっぱりね、外国の人に発信して変えていくっていうのはね、なかなか難しいかもしれないね。難しい。まあ何よりも日本人がそういう日本の麗しい伝統というのをね忘れないようにしてほしいと思うのがまず第一だな。そちらをまず取り戻してから発信すべきだと思うね。今だいぶ日本人はねそれを失っているところが僕は多いと思うからね、残念なことにね。まず取り戻しましょうよ。戦後70年かけて失ったんだから、同じ70年とは言わない、100年かけてもいいから取り戻したらいいんじゃないですか。それは今とても大事なことだと思いますよ。